TT 埼玉が勝ってるわけですよね。そうですね。ですから、まあ、いい意味でのリベンジっていうんですかね、そういう形になりました。さあ、それではその試合を振り返ってみましょう。まずこれが流れを作る、まあ、大きな要因となりましたダブルス、丹羽とそして有信という、まあ、同級生コンビが、こちらとにかくすごいコンビって言ってるんですけれども ね、そのウォンチュンティン吉村真春というこのコンビペアを2対0で破りましたね。積極的でしたね、本当に最後まで、はい。そしてこれもまた考えてみると、この2ゲーム目の陳建安も大きかったですね。そうですね。チョン・ヨンシクが非常に好調ということだったんですが、陳建安もこれで、T リーグに、まあ、合流してから、合流という言い方させていただきますが、合流してから3戦負けなしですからね。そうですね。さあ、そしてエースの丹羽幸樹が平野と、この試合はどうでした？これはもうですから丹羽の気合の入り方が半端じゃないですよね。本当ですね。やっぱりよく、2-0 で回してくれたと、やっぱチェンチアン分が悪いと思ってたと思うんですよ、ですからやっぱこうその気合というか、その流れを絶対に受け継いでいくぞというのが感じられましたね、確かにクールでどちらかというと、まあ、言葉良くないかもしれませんが、ニヒルな感じすら受ける その丹羽幸樹選手なんですけれども、その選手が丹羽選手が、まあ、本当に気持ちを前面に出して勝つんだというね、そういう感じが伺えましたね。そうです。3ゲーム目はもう点セブンから1回逆転されたんですからね。それをまた取り返してですからね。さあ、そしてこれ最後ウォンチュンティンとそしてチュアンチーワンソーチェンの再戦ということでしたが、まあ、ある意味キャリアからすれば両チームのエース対決といっても、ね、過言ではないわけで、それをあちこちでエース対決があっても本当にもう目が離せないですよね、どの試合も。いや、確かにこれ、なんていうんですかね、試合を追うごとにといいますかね、試合の内容も面白くなってきましたし、そうですね、それから我々も試合をこう見ていて、こう引き込まれる試合が本当に増えてきたなという感じですよね。そうですね。特にこの T リーグならではの 最終ゲーム、シックスオールからというところで、今日も、ね、10-6になっちゃったわけですよ、まあ、でそこからのタイムアウト入って挟んでから 10-9 までウォンチュンティが追いついてっていう、そういうもう本当にね、団体戦としてはもうすでに琉球アスティが勝っていたんですけど、最後までお客さんドキドキしましたよね。そうですね、まあ、そういう点では非常に野球ファンを熱くさせてくれたという感じがしますが、開幕から、まあ、6試合目7試合目というところが入ってきていますが、そうするとこれからますます中盤そして終盤にかかって面白くなっていきますね。そうですね、もう12月のレギュラーシーズンあたりはもう、国際大会のワールドツアーももう終わった後ですから、皆さんこの T リーグに集中して参加されると思うんですよ、ですからもう本当に今年の、まあ、冬は、卓球で、T リーグでとこういうふうになっていくんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。それではバイバイ。